どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アラスカ航空のマイレージチャートありますよね。こちらがですね、2022年の12月下旬にですね、変更されるっていうね、ちょっと心配なニュースがね、入ってきましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、アラスカ航空のマイルですね、変更のお知らせがですね、2022年12月にね、来るということが海外のブログでね、発表されております。まあこの海外のブログをね、読んでいくと、まあアラスカ航空の方からね、発表がありましたっていう風になりますんで、まあちょっとね、その公式サイトは見つけることはね、ちょっと私はできなかったんですけども、毎回ね、見ておりますけども、まあ本当にこの通りにね、発表されておりますので、まあ信憑性についてはね、ほぼ間違いないかななんていう風に思っているんですけども、残念ながらですね、2022年の下旬にですね、今現在のアラスカ航空のマイレージチャートがですね、変更されるっていうね、感じになります。アラスカ航空のね、マイレージ、まあ知らない方もね、いらっしゃるかななんていうふうに思うんですけども、非常にお得にね、利用できるマイレージプログラムっていうふうになっておりまして、東京からニューヨークね、行こうとした場合、片道ね、JAL のビジネスクラスが6万マイルで、 JAL のファーストクラスがね、7万マイルでね、燃油サーチャージなしでね、発行することができるんですよね。で、私もね、前回 JAL のね、ファーストクラスね、昨年、今年の何月だっけ、7月に乗りましたけども、あれもね、アラスカ航空のマイルで7万マイルプラス、諸費用だけということで、まあ大体1枚もかからないぐらいでね、路線ね、利用させていただいたわけなんですけども、非常にいいですよね。まあ JAL でね、JAL マイルで発券しても、まあ同じぐらいのマイルで発券することできると思うんですけども、まあ燃油サーチャージはね、多分10万ぐらいですか、今の価格で取られると思うんですけども、まあそれもかからずしてですね、利用することができたりですね、またね、アラスカ航空のマイルっていうのは東京からアジア間、最長デリーまでの区間なんですけども、まあ、ここに関してもですね、非常にお得なマイレージチャートをね、組んでおりまして、東京から、エコノミークラスであれば、最長デリーまでの区間ですね。だからクアラルンプールとかシンガポールとか、そこらですね、ジャカルタとかも入ってくると思うんですけども、エコノミークラスであれば15,000マイル、ビジネスクラスであれば、25,000マイルでね、片道発券することができます。ですんで、まあ5万マイルとかあればですね、 JAL のビジネスクラスで東京アジア間ね、往復できてしまうっていう風になりまして、もちろんこちらに関しても燃油サーチャージはかからないっていう風になりますんで、非常にお得なんですよね。まあこれがね、最近ね、浸透してきてるこのアラスカ航空のマイルなんですけども、12月の末にね、変更が発表されるっていうね、情報が入りましたんで、今現時点ですね、アラスカ航空のマイレージね、貯められている方、またね、アラスカ航空のマイルっていうのは、まあ基本的にマリオットボンボイポイントからね、交換されて利用される方がね、多いかななんていうふうに思うんですけども、こちらをね、メインで貯められている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではね、詳しい内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずこのマイレージチャートの変更についてはですね、いつ導入されるかっていうと、先ほど言った通り今年の12月の下旬にね、変更がされるっていうふうになります。まあ一応ね、12月の下旬っていうふうになりますんで、まあ20日かもしれないですし、12月31日かもしれないっていった形になります。で、またですね、このマイレージチャートが変更になって、変更が適用になる瞬間なんですけども、これはですね、おそらくですけども、事前通告しているということは、多分ね、実施しましたってなった日からね、適用になると思いますので、もう昨日まではこのマイルだったけど、次の日からは新しいマイル数みたいな、まあそういった感じに適用されるのではないのかなと思います。で、次にですね、今回このマイレージチャートが変更が発表されているわけなんですけども、一応ね、変更は解約方向に行くか改善方向に行くかっていうのは現時点では分かっておりません。ですので、まあ万が一になると思いますけども、もしかしたらですね、非常に良くなる、これ以上ね、はい、っていうのも、まあ、一応ゼロではないんですけども、まあ、今現時点ですね、アラスカ航空っていうのはワンワールドにね、加盟したにもかかわらずですね、マイレージチャートね、それ以前と変わってないので、まあ個人的にはですね、今現時点でですね、このアラスカ航空のマイルっていうのは、まあ、非常にお得なんですよね。まあ、先ほど言った路線もそうですけども、これ以外にもですね、お得に利用できる路線っていうのは結構あるんですよね。ですので、まあ今現時点でね、ここまでお得なのに、まあ、さらにお得になるっていうのはですね、
ちょっと考えづらいですよね。他の航空会社のねマイルに比べてもお得感がねかなり強いって今現時点でもね言われておりますので、やはりねちょっとこれからねさらに良くなるっていうのはですねあんまり考えづらいですかね。本当に JAL のファーストクラス路線がですね7万マイルで燃油サーチャージなしでね利用できるっていうのもですねかなりすごいですよね。私もね利用させていただきましたけども、今もねこの JAL のファーストクラスのニューヨーク路線っていうのは本当に直前開放はね結構多いんですけども、気軽にね利用できるぐらいですね日付の空きがね多かったりしますので、ここまでいいとですねおそらく解約方向に行くんじゃないかななんていうふうに個人的には思ってるんですけども、まだね確定っていう部分ではないので、いやいやこうなるよみたいなねコメント考えがある方はですねぜひねコメントいただければなと思うんですけども、まあ一応ね変更自体は発表されて良くなるか悪くなるかっていうのはですね今のところ発表はねないっていった形になります。それでは次にですね、今回ねマイレージチャートの変更も発表されているんですけども、一応ね朗報も発表されております。ネットでね発見されたことある方でしたらねわかると思うんですけども、アラスカ航空のマイルでキャセイパシフィックっていうのとラタム航空っていう特典航空券発券することはできるんですけども、こちらねオンライン発券ができないんですよね。ですのでアラスカ航空っていうのはまあ電話でねそういう場合は発券する必要があるんですけども、まあアラスカ航空ねウェブサイトも英語ですしアプリも英語ですよね。でもちろんオペレーターも英語なんですよね。ですんでまあ一時まあコロナの前とかまではですね通訳の方はねいらっしゃったりとかね、まあそういった対応もあったみたいですけども、まあ今はね利用できない場合が多いみたいで、まあ基本的には英語で対応する必要があるんですよね。ですのでまあ電話して英語で対応して特典航空券発券していただくっていうのがねこのキャセイとかラタムとかねそういう感じになってたわけなんですけども、これがですね順次ネットでねオンライン発券ができるようになるというふうに発表がされておりましたので、一応ね10月からっていう話でまあ10月から利用できるようになるそうなんですけども、一応ね先ほどこの動画撮ってるのも10月過ぎてから撮ってるんですけども、これちょっとねさっき調べた感じだとまだね検索ヒットしてきませんので、まだ利用できないのかもしれないんですけども、まあ今後ねオンライン発券もねできるようになるっていう風になりますんで、まあ私みたいにですね英語を喋れない方はかなりね朗報ですよね。はい、私もねオペレーターとやり取りする、しかも英語でオペレーターとやり取りするなんて本当にやりたくないんですよね日付とか特定航空券って大変じゃないですか。本当に日付1日間違えたりとか便1日間違えたりするだけで結構大変なことになりますので、したくないですよね。私もしたくありませんので、ですのでこれはねかなりの朗報かななんていうふうに思うんですけども、まあこういったこともですね今回発表がありましたので、こちらに関してはねかなりのね朗報っていう感じですよね。ということで今回ですねアラスカ航空のマイレージチャート2022年の12月下旬にですね変更が発表されましたので解説ねさせていただきましたけども、いやーどうですかね。まあ個人的には解約の方向に行きますかね。やはりね燃油サーチャージがかからない今の東京ニューヨークとかこの JAL のビジネスファーストとかね東京アジア間とかもねエコノミークラスビジネスクラス等々ねお得に利用できてサーチャージもかからないっていうね結構モリモリでお得なんで、もうちょっと必要マイル数増えるんじゃないかななんていうふうに思いますかね。まあちょっとね今が非常にお得すぎるんでこれが解約になるとねまあ残念だって思う部分はありますけども、やはりね燃油サーチャージがかかんないんだったらまあもうちょっと多くてもね必要もありですよね、まあいいのかななんていうふうに思いますよね。まあ残念ではありますけども、ちょっと必要マイル数はね上がってきてしまうかなっていうところですかね。いずれにしてもですね12月下旬に発表があるっていうのはもう間違いありませんので、旅程が決まっているのであれば今のうちにね発見しておくのもですね結構手かななんていうふうに思いますので、アラスカ航空のマイルね貯められている方はですねぜひね旅程決まっている方に関してはですね早めにね発見していただければなと思います。ということで今回の動画はねちょっと簡単な動画になりましたけども、こんな感じでね終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。